イエーイ。安養院さんに来ました。はい、こんにちは、みほとけです。今日はですね、お寺巡りシリーズ、こちら山口にある安養院さんに来ました。ここは鎌倉時代に建てられてから、ここでも広大な土地を占めていた、とってもゴージャスなお寺さんでして、もう今でもその勢いが全然ゴリゴリ残ってます。立派な本堂なんで、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。行きましょう。セミの声で私の声入ってますか？うん。本堂に中に行ってみたいと思います。中には私の相棒田中ひろみ先生がいるので行きましょう。はい、今日は安養院に来てまーす。本堂に来ました。広い。そうなんですよね。すごいですよね、こちら。素晴らしいお堂です。素晴らしい。はい、もうこんなに動ける本堂です。広いです、ね。はい、ちょっとこっちの仏像がいいですよね。そうなんです。すごいですよ。実践観音に、良い。ないですよね。私クジャクに乗ってるからクジャク明王かと思って、そう、普通だと明王様だったり、ね、思うと思うんですけど、こちら印を見ていただくと分かるように阿弥陀印なんですね。でクジャクに乗ってる絵ではまあたまにあるんですけど、こういった彫刻で表されてるっていうのはすごい珍しいんですよね。すごいですよね、このクジャクの羽、このハートの模様が、ハートが可愛い、ね、色目っていうんですか。そうです、ラブいっぱいって感じですね。でこのお顔も凛々しい、本当になんか張りのある、もう素晴らしいですよね。顔を見てください。とクジャク可愛いんです。はい、あって感じの顔してますね。素晴らしいですよね。素晴らしい、なかなか本当に素晴らしい、珍しいお像です。これはかっこいい、珍しい、かっこいい、ね、そう素晴らしいです。ラブ。こちらに今回の大事にある作品会社です。バトン観音、純烈観音、小観音、はい、色が鮮やかに残っている、はい、と金箔の細工が、はい、クジャク、やっぱりクジャクね。このハスの花もいいですよね。ですね。まあ煩悩にまみれないところを表す。泥の中からでも綺麗に咲くんだね。本当にそういう感じで美しいですね。美しくなりたいですね。ここで抱擁された方々は最後この道具の前で記念撮影をするっていうのがご住職の計らいであるらしい。素敵ですね。我々もじゃあここで終わりたいと思います。はい、はい、見てくれてありがとうございました。